マスクゾロは日本の競争馬、シュボバ。芝でデビューしたがダートに転校し4歳でオープンクラスに出世。2016年、高級したが条件戦からジュライステークス、シリウスステークスと3連勝し始めて重賞勝利を記録した。その後左前足につなぎ人体炎を発症し、1年休養。復帰したものの古傷が癒えずに復帰後2戦で引退となった。 場名の由来は、小説、解決、ゾロより。芝でデビュー8月3日、新潟競馬場の新馬戦に、戸崎慶太と共にデビューしたが13着。その後阪神競馬場の未勝利戦では後に、東京優勝を制覇する、ワンオンリーから0.9秒離された8着と、芝のレースでは2戦続けて回に沈んだ。ダート天候10月20日、京都競馬場の未勝利戦に、 幸い、秀明と共に出走。単勝オッズ4.4倍の2番に人気であった。スタートから後方12番手に位置していたが、第3コーナーに侵入するまでに2番手に位置を上げ、最後の直線で逃げ馬と捉えて、先頭、後続に市場新3、4離して勝利、初勝利となった。11月16日、連勝を狙って、前走と同じ条件の持ちの気象に出走したが5着と、 なった9月21日、阪神競馬場の3歳、以上500万下での復帰、ジョルジェペロビッチが騎乗し8着。その後、10月26日の京都競馬場で1着となり500万下クラスから1000万下へ昇級。11月24日、津村明秀に乗り換わって臨んだ、京都競馬場の花瀬特別では、単勝一番人気に押されたが、 花さで2着に敗れた。1月25日、五条坂特別に、北村智和に乗り換わって出走。単勝オッズ2.5倍の一番人気の評価であった。スタート直後から3番手につけ先行。最後の直線では、前を行く2頭を差し切り、後ろに3、4馬身離して、勝利、3勝目を挙げた。3月10日、昇級初戦となる、伊丹特別に、 タケタカに乗り換わって、出走、単勝オッズ2.9倍の一番人気の指示を受けた。先行し最終第四コーナーを過ぎたあたりで2番手に、1。逃げ馬を捉えて先頭に立ち、5番人気の、スノーモンキーと競った者の首差で制して、勝利、4勝目及びオープンクラスに昇級することとなった。4月18日、重賞初挑戦となる、アンタレスステークスに、 クリストフルメールに乗り換わって、出走、9着に終わった。その後を高級し、間を開けて12月6日、菱田裕二に乗り換わって、堺ステークスに出走したが7着に敗れた。4月24日、桃山ステークスで復帰。安状は、秋山真一郎が起用されて出走し、後方に三馬身半離して、勝利、再び、オープンクラスに昇級した。 7月17日、中京競馬場のジュライステークスに出走。単勝オッズ3.3倍の2番人気の指示であった。スタートでは、外から花を主張するモルトベーネが競りかけてくるもそれを、静止花をダッシュ、後続に従えたまま最後の直線に入ると、藤岡幸太場のブライトアイディアが競りかけたがそれを制して後続と差をさらに広げ、 最終的には後続に6馬身つけての勝利となった。この勝利で、オープン競争初勝利を挙げた。2連勝で迎えた10月1日、副題として、外戦門賞初売り記念を付した、第20回シリウスステークスに出走。単勝オッズ3.6倍の一番人気に押された。一枠一番のうち、枠を生かして、花に立ち、逃げを選択。 1000メートル60秒後のペースを刻み、戦闘のまま最後の直線へ侵入。外からアポロケンタッキーやピオネロが競りかけてきたが、粘って戦闘を保持、最終的にピオネロを首差でしのいで勝利。重傷初勝利を達成した。しかし、ゴール前でよれて外から迫るピオネロの進路を妨害、起場した秋山真一郎に、課体金10万円が課された。 そのため重傷勝利にもかかわらず、秋山の顔には、笑みがなかった。レース後、県領室前のマセに入らずに下馬する光景が見られた。秋山は、スタートが芝の上で滑る感じになり、勢いがつきませんでしたが、花を切った後は、スムーズで楽でした。手応えよく、直線に向きましたが、さすがに重傷です。追い詰められました。でもよく踏ん張ってくれました。 この馬は驚いたり、物見をしたりと、課題もありますが、能力の高い馬。このまま順調に行ってもらいたいですね、と振り返った。10月4日、左前足つなぎ人体炎を発症していることが判明、管理する岡田と男は、中筋に損傷が見つかったが思っていたよりも軽かった。重症では、よく頑張ってくれたし、半年ほど休んで、来年に備えたいと思うとして、 年内休養を発表し、その後放牧に出された。7月17日のマーキュリーカップに選出されていたが、回避。7月16日、9ヶ月ぶりの出走となる、名鉄杯に登録した。直前の調教で、助手は、やるたびに、体の張りが増して、見た目が良くなっている。前走の前と、体はそう変わりないし、足元もなんとか維持。 能力を出し切れればだねと評価していた。しかし左前市波校が発症し回避、競争除外となった。8月26日、BSN 賞に参戦。中谷優太に乗り換わり、単勝オッズ3.24倍の一番人気の指示での出走となった。スタートでは、外枠のため内側にいた鈴鹿リバーに花を譲り、二番手に位置付けた。 最後の直線の半ばで2番手から逃げた鈴鹿リバーを捉えて抜け出し粘り込みを図った。しかしゴール寸前で外から追い込んだトップディーボに差し切られて2着となった。中谷は4コーナーで離されたのは久々の分だと思います。そのため早めに踏み出すことになりました。それでもしっかりと伸びているように能力の高い馬ですと評価した。9月30日。 前年に続く連覇がかかるシリウスステイクスに坂井学に乗り換わって参戦。単勝オッズ3.9倍の一番人気に押されての出走となった。スタートから花を主張しにげ、最後の直線まで先頭を保持したが、後方に抜かれて後退勝利した11番人気、名称すともに0.8秒離された7着に終わった。坂井は、 スムーズに無理なくレースを運べました。しかし、直線に向いた時には手応えが怪しくなりました。原因はよくわからないですねと振り返った。古傷が言えないため、2018年1月10日付で競争場登録を抹消。北海道新日高町のアロースタットにて種ボバとなった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。 2018年1月10日に競争場登録を抹消し、翌11日にアロースタットに到着。種付け料は受体確認後に支払うの30万円に設定された。2018年シーズンから種ボバ生活に入った。アロースタットのカタログでは、南北両半球で GI カチウマを送るローマンドゥーラー発の本邦発後継種ボバ、と名打っている。 2019年に生まれたマスクゾロ3区は7頭である。2021年6月29日、北海道浦河町の大道牧場に移動し、シ護ボバ生活を続けることになった。競争場情報、マスクゾロ、競争場情報、マスクゾロ AB、2016年のシリウス S 覇者、マスクゾロ引退、シ護ボバ www.sponichi.co.jp2020 年1月14日閲覧。jra 競争場検索。w w w j r a g o j p 2 0 2 0年1月10日閲覧。abcd2 歳未勝利2013年10月20日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月12日閲覧。話せ特別2014年11月24日、競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月12日閲覧。abcd 痛みステークス2015年3月1日。 競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月12日閲覧ももやまステークス2016年4月24日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年1月12日閲覧 abc ジュライステークス2016年7月17日、競馬データベース -netkeiba.com、db.netkeiba.com net、2020年1月12日閲覧。ab, ジュライ S, 回答マスクゾロ、オープン発部位いずれは、G1O、デイリースポーツオンライン、デイリースポーツオンライン、2020年1月12日、閲覧。 スタッフルームウィーニング競馬、テレビ東京。www.tv-tokyo.co.jp、ok。2020年1月12日閲覧。abcd, シリウスステークス2016年10月1日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月12日閲覧。 ABCD シリウス S 一番人気マスクゾロ重症発部位競馬ニュース競馬予想のウマニティサンスポ日本放送公認 SNS 競馬予想のウマニティサンスポ日本放送公認 SNS 2020年1月12日閲覧シリウス S から人気のマスクゾロが3頭での叩き合いを制し重症発生派競馬実況ウェブラジオ日経 www.radionikkei.jp2020 年1月12日閲覧。ab マスクゾロ年内休養、左前足つなぎ人体園近日中に放牧局、馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com2020 年1月12日閲覧。ab 明鉄杯 マスクゾロ賞金100万円の差で、金量59キロ回避の、運を生かす。東京スポーツ新聞社。東スポウェブ、東京スポーツ新聞社。2020年1月12日閲覧。AB、マスクゾロマーキュリー C ー回避、名鉄灰へ。www.sponichi.co.jp。2020年1月12日閲覧。 マスクゾロがシリウス S 以来約9ヶ月ぶりとなる実戦復帰。競馬ニュース。TEB2020 年1月12日へ閲覧。名鉄杯、マスクゾロ反路で鋭い伸び、能力出し切ればと底力に期待競馬ニュース。NETKEIBA.com2020 年1月12日へ閲覧。名鉄杯、王権ワールド4連勝。サンスポーズバット、競馬。 2020年1月12日閲覧。AB、BSN 賞2017年8月26日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月12日閲覧。AB サイトマスター。新潟 11R、BSN 賞トップディーボ解消。ラインハート藤田祭7号荒くば。 競馬ニュースなら、競馬のお話。2020年1月12日閲覧。BSN 賞、トップディーボが勝利競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年1月12日閲覧。シリウス S、マスクゾロ境のり代わりもスムーズ12秒に。 www.sponichi.co.jp2020 年1月12日閲覧シリウスステイクス2017年9月30日競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2020 年1月12日閲覧シリウス S 名称住友が 重症発生波競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年1月12日閲覧。シリウス S を制したマスクゾロが、引退、ュボ場入り局馬プレミアム。p n i k k a n s p o r t s c o m 2020年1月12日閲覧。マスクゾロ、競争場データ netkeiba.com 2020年1月10日閲覧。ab 種ボバ入りのマスクゾロがアロースタットに入球2016年シリウス S 優勝馬競馬ニュース。netkeiba.com 2020年1月12日閲覧。株式会社 js www.jascompa.jp 2020年1月12日閲覧。マスクゾロカタログ。株式会社 JS。2020年1月11日閲覧。の競争場検索結果競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年1月12日閲覧。マスクゾロが大道牧場に移動。競争場のふるさと案内所。 2021年7月5日閲覧。決闘情報、五大決闘表マスクゾロ、ジャビスサーチ、ジャビスサーチ、公益社団法人日本経手場協会。2020年1月11日閲覧。ありがとうございます。